はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね。はい、いや久しぶりですね、このスタイルでセカンドチャンネル、まあまあやっていきたいと思います。はい、でね、今日あれですね、あの19時配信が間に合わなくてですね、でまあまあなんとか今まあ0時間に合うかなっていうところでね、今撮ってるわけなんですけども、今回のテーマはですね、あの先々週ぐらいかな、なんか2日ほど落ちてましたっていう話ですね。はい、前ね、先々週ぐらいに、あのどういう、そう、僕ね、あの半年に1回ぐらいですかね、思いっきりね、なんかまあずっと毎日 YouTube のことやってたらね、なんかその半年に1回ぐらい落ちる時があるんですよね、ガーッとね。それはどうなるかっていうと、もう編集すら全くしたくないんですよ。でもなんか、いや、アウトドアのことも頭に入れたくないんですよ。だからもうインプットもしたくないし、アウトプットもしたくないっていう感じでね、ポエーってなるんですよ。で、その時に何してるかって言うとね、大体ね、もう全然、だからそのアウトドアもいいね、その関係ないね、YouTube をね、見たりするんですよね。まあ芸人の YouTube とかですね。あと、なんだ、芸人の YouTube とか、あと、漫画ですね。アウトローの漫画ですね。なんか何やら、バウンサーとかアウトとかね、なんかまあそういった漫画があるんですけども、ちょっとヤンキーとかアウトロー気味の漫画をこうやって延々ポケーって見てるんですよ。こう、はーって言ってね。で、また寝て、で、また、その芸人の YouTube 見て、お笑いの YouTube 見て、で、また寝て、で、なんかもうなんか、そういう雑学の YouTube 見て、で、また寝て、みたいな感じで延々繰り返してね、それをね、丸2日しましたね。はい。もうなんかね、1日目終わった時にね、Twitter にね、ああ、今日はとんでもなくサボった、また頑張ろう、みたいなね、話をしてたんですけども、結局ね、2日目もサボってしまったっていうことでね、でもね、まあなんかね、まあサボってしまったらね、あの時にこの動画も編集できたのにな、こうやって思いながらもね、結果ね、まあ復活してね、またガーってやり出すんですよね。はい。なんでね、まあまあこの2日はね、絶対にいる休暇やったっていう風にね、思い込んで、もうその2日終わった後もそっからね、そうですね、体力回復し、記録が回復して、そっからずっとね、また発信に続ける活動をね、できたんでね、まあまあそういった感じで、まあこの2日は、絶対にいる2日やと思って、って、ね、今度半年に1回か3ヶ月に1回ね、だらだらサボってみたいと思います。はい、まあそんな感じで、ほな、さいなら。